傷ついた心が孤独な空で燃え上がる。愛を知らない瞳が求め闇に隠されたリーズ。テッカマンブレードのデータから反物質素粒子フェルミオンの実用化に着手した連合防衛軍は、テッカマンに代わる新兵器の開発を急いでいた。一方、テッカマンとして30分のタイムリミットを過ぎると自分が暴走する狂気と化すことに D ボーイは苦悩していた。そんな悩める D ボーイはフェルミオンの製造施設をラダムの手から守るように命令されたものの、予想以上の苦戦を強いられるのだった。その時、おい、レビン、どうしたんだ？なんだあいつは。そういえばなんとなくこっちの方はセクシーじゃないわね。あのメカ、ラダム銃を一瞬のうちに、あいつは一体なんだ。あれはテッカマンのニューフェイス登場ってか。だけど同士打ちなんておかしいんじゃない。連合防衛軍、ま、来ないよりマシか。ラダム銃、地中へと逃亡します。何者だ、奴は。さあね。よくやったぞ、大成功だ。ソルテッカマン1号機完成ですな、ドクター・マルロー。
ええ。ソルテッカマン。なんだそりゃ。あんなの見るの、私たちも初めてよ。リーボイは知ってるのか。フェルミオン砲発射の衝撃にも特に異常はない。想像以上にいい出来だ。そうともマル、さすがにお前が作っただけはある。いや、しばらくぶりだな、スペースナイツのボーイズ&ガールズ。もっとも今ガールは一人だけか。バルザック。ヒゲがない俺もなかなかだろ。見違えちゃったわね。それよりこれは一体どういうこと。そうだ、なんであんたがそんなぬいぐるみに入ってんだ。ぬいぐるみとはご挨拶だな。今はそっちの方がただのぬいぐるみだぜ。ラダムと戦えるのは俺だけだと意気がっていたのは誰だっけかな。どうだブレード、感想は。たった今目の前でこの俺がラダムを倒したんだぜ。もはや役立たずのお前などは必要ない。30分で化け物になるばかりか、仲間の危機も救えない。また暴れ出さないうちにさっさと D ボーイに戻ったらどうだ。え、化け物さんよ、化け物さんよ、化け物さんよ。なんてこと、D ボーイ。マルロ、素晴らしいじゃないか。あの吐きだめのようなニューヨークのスラムを這いずり回っていた俺たちがありとあらゆる地位と名誉を手に入れることができるんだ。はあ、このソルテッカマンで。貴様にこの気持ちがわかるか、Dボーイ。バルザックさんってカメラマンでしょ。なのにどうして。彼はただのカメラマンではない。テッカマンのデータを盗むために軍が送り込んだスパイだった。盗み出したそのデータからテッカマンのボルテッカの原理を利用して完成させたのがあの新兵器。そんなリーボーイ。おい、稼働率はいくらだ。粒子加速器稼働率 70% です。うん、 90% まで上げろ。はもしかしたらチーフはこのことを知っていたのかもな。バルザックの正体も目的も。ああ、そうかもしれないわね、あのチーフなら。わざとテッカマンのデータを渡したってわけか。目的は？軍にテッカマンと同じ武器を持つソルテッカマンを大量に作らせるために。なるほど、ソルテッカマンで構成された軍隊ができればラダムに十分対抗できるって筋が利くか。何よ、それじゃ D ボーイの立場余るっきりないじゃない。元気出して D ボーイ。どんなにソルテッカマンが大量生産されてもテッカマンブレードはあなた一人なんだから。いいじゃない、俺がって頑張らなくて済むしさ。ね、D ボーイ。どこ行くの、D ボーイ。D ボーイ。この調子だとあと1時間ほどでソルテッカマンに必要なフェルミオン粒子が取り出せるでしょう。うん。どうだボガード大佐、計画の進行具合は。全て順調です。よろしい、ドクターマルローと共にそれをニューヨークへ持ち帰ってきてくれたまえ。ああ、わかりました。それからそこにバルザック少佐はいるか。はい、バルザック。
今回の任務ご苦労であった。進んでソルテッカマン第一号となってくれたことの礼を言う。直ちに大統領閣下に報告したところ、大変喜んでいただいた。恐縮です。そこで軍は君を中佐に昇進させることに決定した。ドクター・マルローもこの研究所の責任者となる。いずれ正式の辞令が行くだろうが、まずはおめでとう。ありがとうございます。過分な幸せです。では後で会おう。これで科学技術庁の長官も夢ではなくなった。人生最良の日だ。まだまだ、これからは毎日がそうさ。よし、自習蚊に刺されたほども感じねえのか。ママじゃやられちまうぜ。テッカマンじゃなきゃこの危機は。おい、ディボイは。私探してくる。うわあ。話すものか。バルザック。ディーボーイ、急いで。ラダム銃が襲撃してきたわ。俺よりもバルザックに頼んだ方がいい。何言ってるのよ。逃げてばかりいたら、今まであなたのしてきたことがみんな無駄になってしまう。もう一度でいいから、テッカマンになって、あなた自身のために。迷ってないで、それで答えを見つけるのよ。お願い、ディーボーイ。ああ、分かった。やるだけのことはやってみる。ディーボーイ。ペガス！テックセッター！ラーソン！子供め。
その調子だぜ、ディボイ。頑張って、ディボイ。フェルミオンのケースが壊れたら、この施設ごと吹っ飛ぶぜ。撃て、バルザック。30分になるわ。ディボイの変身タイムリミットが。まただわ。しっかりしろ、ディボイ。危ない、ディボイ。どうやら無事のようね。マルロ、マルロ。フェルミオンは安心しろ、無事だ。よかった。これで2階級特進だ。上官だぜ。私の分まで権力と名誉を。必ず成り上がってみせる。必ず。マルロ、マルロ。戦場で恐怖に勝つことのできない者はただのクズだ。俺はお前に勝ったぞ。お前はもうただの化け物だ、化け物だ。違う、ディボイ。違う。これから先俺の邪魔をするなよ、化け物さんよ。バルザック中佐の言う通りだ。もはやテッカマンブレードは危険な暴走マシンに過ぎん。直ちにDボーイを逮捕し、その身柄を拘束しろ。
ない。麻酔銃だ、死ぬことはない。ディボイは俺たちの仲間なんだ、勝手な真似はさせんぞ。コルベット准将の命令だ、逆らう者は同罪だ。連行しろ。はディボイ、チーフ。やむをえん。ソルテッカマンを先頭に防衛軍の反攻作戦が始まる。その頃、囚われの D ボーイは悪夢と戦っていた。次回、宇宙の騎士テッカマンブレード、心閉ざした戦士、仮面の下の涙を拭え。